どうも、翔平TVです。本日はですね、こちらを紹介します。親指のプロテクターですね。こちらは、キャッチャーとか、やるときに指をこう、突き指しがちなんですけど、それを防止するため のギアとなってます。前撮影したときは、ボナールのマサ君が、親指やってたんですけど、もしね、これがあったら親指やんないんじゃないかなと思います。はい。こちらどう使うかっていうと、うちのチームのね、ノリが使ってるんですけど、ちょっと話を聞いてみたいなと思います。で、行きましょう。親指の、なんかガードみたいなやつって。あ、つけてる。あ、つけてる。これ。つけてます。おぉ。硬い。硬い、硬い、硬い。外れる？すげえ。あ、硬いっすね。だいぶ、だいぶ硬い。ちょっとこうなんかムチムチというか、あ、全然もう本当に硬い。あ、そうなんだ、実はこちらのこの2つちょっと買いまして、興味があったんで、気になったんで買ったんですけど、実際に使ってるってことでちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、これ実際にお湯につけて柔らかくした状態で指にはめて時間経って硬くなる。指にお湯つけて指にこう巻いて自分の形に合わせて、でそのまま時間が経つと固まるから、そのままこうスポッと抜く。あ、なるほど。そしたらもう勝手に型ができるから、あ、なるほど。自分の親指の曲がり具合とか、あとここの付け根の部分とかの感じに合わせて、こうなんか。なるほど。じゃあこれは足したりできないってことですね。そうね、多分はめるのははめられるけど、多分変な感じが。そうそうそう。こう。そうそうそう。あ、確かに。だから多分違和感はあると思う。そう、違和感あるね。浮いてるしね。自分の型に合わせて。ああ、なるほどなるほど。そうなんですね。でもノリが持ってるのが水野のやつだよね。こっちをね。で、Z もあるんだよね。Z も。これは知らない。わかんない。お店に置いてなかったから。水野しかなかったから。水野のお店で買った。水野のお店で買った。ああ、なるほど。じゃあ Z もね、同じ感じであるんですよ。はい。で、大きさが多少なんか違うのかな。小ぶり。多少大きさが多分違うと思うんですけど。これはもう自分の好みに合った感じで選んでもらえます。まあ、水野のこれ切れるから。あ、切れる。そう、切ってこう調節もできるって書いてある。ああ、なるほど。ちょっとこう大きいとかね。そう、大きいとか大きすぎ、まあ、はい、中学生ぐらいとか手がまだ大きくなければちょっと、ま、周り切ってちっちゃめにして形作って。なるほど。で、一回こう丸まっちゃってももう一回お湯につければ若干柔らかくなるから、再度こう調整はできるから。そうなんだ。俺これね、ちょっと使ってみようかなと思って。使うって言っても使うときなくね。キャッチャーやらないじゃん。どうせだってこれ使わないでしょ。使わないでしょ。使ってみたい。だから作らないでしょ。だって使わない。プレゼントしちゃう。マジ？これいっちゃう。マジで欲しい人いますか？いる？いや、多分キャッチャーの人とか別に。ね、使ってても違和感ないから。マジですか？帽子、突き指の帽子にはなるし。なる。ちなみに翔平 TV 視聴者ってピッチャー系多いからね。キャッチャーにキャッチャーいないの？大丈夫とかね、控えでベンチにいるときにブルペンでピッチング受けてあげたりとか。ああ、そういうときからやる。ちょっとしたものね、まあ、しょうがないね。じゃあそうすっか。あげちゃう。こちら2つとも、1名様ずつね。1名、2名様にプレゼントします。しょうがないです。はい、あげちゃう。こちら翔平TV の名刺をつけて。いらない。名刺はいらない。いらない。名刺いらない？大丈夫。いらない。いらないなら。欲しい人だけ。あ、そうね。名刺も欲しいって言ったら。欲しいって人だけにあげる。そうですね。名刺は。はい。で、グッドボタンと、コメント、そして翔平TV のチャンネル登録を、よろしくお願いします。はい。で、まあ、コメントにね、名刺も欲しかったら名刺も欲しいです。プロテクターと名刺欲しいですみたいな。よろしくお願いします。はい。というわけで本日はこの指のねプロテクターを紹介しました。こちらいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、というわけでこちら GG 佐藤さんからこちらのサイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッテだそうで、こちらを、翔平 TV 視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録、ツイッターの方よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント出します。条件ですけど、モンタナスポーツさんのインスタグラムをフォローと、動画にコメントをすること、そして翔平 TV のチャンネル登録を、すると、その3つの条件でいきましょう。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram をやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。
今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。